はいどうも、ハムスターです。今回ですね、こちらのミニ2月号の増刊号の方を買ってきました。増刊号はセブンイレブンとセブンネットショッピング限定の発売となっております。お値段は定価1190円になっております。そして付録はね、もうこれここにドカッと出てるんですけども、 X ガール特製部屋が片付く11ポケット付き整理整頓バッグでございます。増刊号はね、付録がビニール越しに見えるので、だいたいどんな感じかっていうのはね、もう手に取って見れると思うんですけども、早速ね、袋から出してどんな感じか見ていきたいと思います。はい、袋から出すとね、こんな感じで入っております。割とね、こう思ったよりそんなに大きくはないですね。サイズの方がですね、縦が16センチ、横が23センチで、待ちがですね15センチになっております。これを形を整えると、こんな感じのね、これ何柄っていうんですかね、ヒョウ柄でもないですね。これこういった感じで、こっちがね正面ですね、ロゴがあって、前にねここ2つポケットがあります。ポケットティッシュがね、ポケットティッシュ入れるとこんな感じの大きさですね。これが2つありますね。でぐるーっと見ていくと、後ろは特にないですね。外側はこんな感じです。でこの、まあ、素材感なんですけども、これは素材表記的にはね、これポリエステルになってますね。結構ねツルツルした感じの素材です。11個ねポケットあるんですけども、まあ、その前にこれこうね、蓋の部分がねいいですね。こう前にもねこういった感じのやつあったんですけど、こう蓋がついてるのもねいいですね。しかもこの蓋マジックテープでこれ取れるんですよ。こんな感じで蓋の部分ね取ってしまうこともできます。なのでちょっとね中をねこう見るために今取っておきますね。でこう内側のポケット、こんな感じでここにも2つあって、側面にちょっとね細いポケットが3つ、でこっち側にはこの3つポケットありますね。ちょっと大きさはね中ぐらいのポケットです。でここはね下は貫通してるんですけどね、ここにも一つポケットがありますね。なので1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個っていう感じのポケット11個になってますね。中がこんな感じです。
で、これをこうね、蓋をつけると、こんな感じで、でもっとここにもねマジックテープついてるんで、これでパチッパチッと、こんな感じで止まりますね。まあこのね、蓋があることによって、こう中がねちょっとこう隠せるっていうのもいいですね。はい、ちょっとねいろいろ入れてみました。ここの外のねポケットに、あのエアコンのねリモコンだったり、あの照明のねリモコンだったり、そして中にはね、ここ一番ちょっとあの広いポケットになってましたので、あのテレビのねリモコンを挿しておいたりとか、でこういったね7インチサイズの、これ Amazon ファイヤータブレットなんですけど、7インチのタブレットをこうね入れておいたり、まあポーチとかね、漫画の単行本とか、まあちょっとテーブルの上とかね片付けるのにいいんじゃないかなっていう感じがしますね。こんな感じで物を入れるとね、この実際の物の大きさとかもよくわかるんじゃないかなと思います。はい、本日はねミニの2月号の特別付録、 X ガール特製部屋が片付く11ポケット付き整理整頓バッグ、こちらのねこんな感じでテーブル周りのね小物とかまとめて整理整頓するにはとっても便利なカバンじゃないかなと思います。こちらの付録の開封動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。